豆キュン。サッカーを守れ。おい、ジェイミー。そんな走り方じゃ、いつまで経っても終わらないぞ。先に行くからだ。見つけたわ。あそこ、あの子よ。そうか、行こう。私たちはスポーツの神よ。人間が作ったスポーツを守るのが役目なの。神だって？長々と説明する暇はないから手短に言うよ。戦いの神アレスが人間の世界で戦争を起こそうとしているの。確かにずっと昔から人間は戦争を何度も繰り返してきた。だが人間はいろいろなスポーツの力で心を一つにして楽しみながらみんなで平和に暮らせる方法を見つけたんだ。戦いの神アレスはこれがとても不満なの。好きあらば人間がまた戦争することを願っているのよ。だから君がそれを防ぐスポーツヒーローになるのよ。スポーツ？僕が？運動は嫌いだし苦手なんだよ。え？君はチャーリーじゃないの？ジェイミーだよ。さっきチャーリーがそこにいるって言ったじゃないか。そんなどうなっているの？違う子だわ。一度連れてきたスポーツヒーローは変えられないのがルールじゃないか。しょうがない、今はこの子に頼むしかないよ。チャーリー？僕はジェイミーだよ。そうだった、ジェイミー。もうすぐワールドカップが始まる。アレスは何とかしてこれを邪魔しようとしてくるから、君がそれを防ぐんだ。ワールドカップ？オーマイゴー！そんな常識も知らないなんて。じゃあ教えてあげるわ。ワールドカップは国際サッカー連盟が主催するサッカー大会だ。1930年にウルグアイで行われたのが最初で、4年ごとに開催されるんだ。ああ、サッカーの世界大会のことか。まあそうとも言えるわね。あ、大変。戦いの神アレスがもう動き出したわ。国際サッカー連盟が消えたって。このままじゃ人々の記憶の中から消えてしまうかもしれないな。スポーツヒーロー、君がサッカー連盟の名前をこの神殿に刻むんだ。うん、わかったよ。文字を刻めばいいんでしょ？FIFA！ 国際サッカー連盟！できた！やるじゃない！あ、アレスが今日のサッカー試合を中止させようとしている。え？何があったの？アレスが今日行われるはずの大事な試合を邪魔しようとしているんだ。ジェイミー、君が行ってアレスに邪魔されずにサッカーの試合を無事終えられるようにするんだ。さあ、行こう！ジェイミー、サッカースタジアムに向かおう。君が試合を成功させるんだ。でも、僕はサッカーの試合なんてよく知らないよ。それなら心配いらない。我々が教えるさ。とにかくまずはスタジアムに行こう。急げ！うわぁ、ここがサッカースタジアムなんだ。ジェイミー、サッカーは相手チームのゴールにボールを入れて得点を競うのよ。試合は前半と後半の各45分ずつ。前半と後半の間に15分ぐらいの休憩時間があるのよ。まず選手を位置につかせるんだ。ジェイミー、11人の選手を
正しく配置してくれ。433のフォーメーションで頼むぞ。うん、わかったよ。ミッドフィルダー、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワード、ディフェンダー、フォワード、ミッドフィルダー、フォワード、ディフェンダー、ディフェンダー、ゴールキーパー。できた。選手みんなを位置につかせたよ。そうだ、審判も必要よ。審判は全部で4人、主審1人、副審2人、控え審判が1人よ。ちょっと待て、応援が1人もいないじゃないか。応援も大事な試合の一部だ。応援があるからこそ選手はもっと頑張れるし、いい試合ができるんだ。そうね。ジェイミー、応援団も結成してフェイスペイントをして応援グッズも用意しなきゃ。うん。うわあ、かっこいい。いいね。これいいな。これいいな。じゃあ、試合を始めるわよ。始まった。頑張るぞ。あ、ボールだ。あ、どうしよう。ああ、ジェイミー。気がついたみたい。ふう、よかった。イエローカード。イエローカード？なんだろう。イエローカード。紳士的じゃない行為や、さっきみたいなひどい反則をした選手に、審判がイエローカードで警告をするの。1試合でイエローカードを2枚出されると、レッドカードになって退場させられるのよ。もちろん、危険な反則をした選手は、一度にレッドカードが出されて、退場させられることもあるわ。あれ、審判が何かしているみたい。ああ、ペナルティーキックですね。ペナルティーキック。ペナルティーエリア内で攻撃しているジェイミーに、守備の選手が激しい反則をしたから、ジェイミーがゴールに向かって、キーパーと1対1でボールを蹴るチャンスが与えられたの。ジェイミー、得点のチャンスよ。頑張って。よーし、僕がゴールを決めるぞ。ははは。しっかりして、ジェイミー。浮かれるのはまだ早いわ。ボールをどこに蹴るのかよく考えて。ボールを足元に置いて蹴るだけじゃないか。はぁ、ジェイミー、ボールの蹴り方にもいろいろあるんだ。ボレーキック。ボールが空中にあるうちに蹴るのよ。ハーフボレーキック。ボールが地面に落ちて跳ね上がった時に蹴るのよ。サイドボレーキック。体の横でボールを蹴るのよ。オーバーヘッドキック。体を浮かせてボールを頭より高い位置で蹴る技よ。ああ、そうなんだ。でも、ペナルティーキックで使うには難しい技よ。
ゴールキーパーにボールを取られない方向を考えてボールを蹴るのよ。わかったよ。どの方向に蹴ろうかな？ジェイミーシュート！ゴール！ゴールです！ゴール！ゴール！やったー！ジェイミーのアースチームが1点リードする中、後半戦が続いています。ジェイミー、気を緩めちゃダメよ。ふん、ゴールだ。よし、もう一回ゴール。へい！ジェイミーシュート！ゴール！あ、ダメだ。お、オフサイドですか？そうですね。あー、惜しい。なんで得点にならないの？どういうこと？オフサイドね。え？オフサイド。攻撃チームの選手がゴールキーパーを除いた守備チームの選手よりもゴールに近い味方の選手にボールをパスしたら反則になるのよ。もう、せっかくのシュートだったのに。気持ちはわかるが、このルールがないとゴールの前でボールが来るのを待つことができてしまうからな。はい、ピッチボールでも奪われたらダメだ。ヘイ！ああ、ジェイミー、このタックルは少しひどかったですね。フリーキックでしょうか？フリーキック？試合中に反則をしたとき、相手チームに与えられるキックよ。直接ゴールを狙うのが許されるのが直接フリーキック。二人以上がボールに触れないと、ゴールが認められないのが間接フリーキックよ。とにかくジェイミー、ボールを止められるよう守備の選手を並べて。うん、わかったよ。シュート！ゴール！素晴らしいフリーキックでしたね。これで試合は1対1。このまま引き分けで終わるのでしょうか？え？このまま終わり？ダメだよ。へえ。前半と後半合わせて90分、延長戦30分の試合は終わりましたが、アディショナルタイムが2分ありますね。はぁ、よかった。は、ボールだ。コーナーキックのチャンスだ。守備の選手が触れたボールがゴールラインを越えると、相手チームの選手がコーナーにボールを置いて蹴るんだ。そうなんだ。試合が終わりました。あ、引き分けなんてダメだよ。大丈夫ジェイミー、 PK 戦が残っているから。 PK 戦？延長戦が終わっても引き分けなら、ペナルティーマークにボールを置き、そこから蹴って勝者を決める方法のことよ。各チームが一度ずつ交代で蹴って5回の PK 戦が行われるの。ふぅ、よかった。え、もう僕の番なの？急にゴールが狭く見え始めた。どうしよう、どこに蹴ろうかな。すっごく緊張するよ。みんな、僕の PK 戦を応援して。どの方向に蹴ろうかな？ん？ジェイミーシュート！ゴール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 ！勝った！勝ったんだ！ついに、サッカーの試合も無事に終わったわね。僕がサッカーの試合に出るなんて夢みたいだよ。そうだな。そんな短い足で走り回って大変だったな。え？あ、いや。スポーツがこんなにすごいって全然知らなかった。あそこの応援席を見て。国籍や人種なんて関係なく、みんな一つになったんだよ。そうよ、ジェイミー。スポーツはみんなの気持ちを一つにして世界を平和にする力があるの。だからアレスはスポーツをなくそうとするのよ。うん、僕はスポーツヒーローとして戦いの神アレスからスポーツを守るよ。絶対
立派な心がけね。やっぱり人は見かけだけで判断しちゃダメね。そうでしょ？え？見かけがどうしたって？運動が得意そうな体つきには見えなかったものだから。そうだな。チャーリーの方が得意そうだったな。じゃあね。もう、サッカーの試合に勝ったのはチャーリーじゃなくて僕だよ。チャンネル登録してね。